はい、東京大学基礎観測所の高橋秀則と申します。講演に先立ちまして、基礎観測所の紹介を、簡単にさせていただきます。基礎観測所とはどういうところか、そしてまた今行っている、活動ですねを簡単に紹介いたします。基礎観測所はですね、戦後だいぶ昔ですけれども、日本の天文学が発展するというその目的のために、大型の基礎シュミット望遠鏡を建てようということで、東京大学が中心になりまして、東京大学の5番目の天文台として1974年、今から48年前に設立しました。で、場所はですね、ここ、基礎群で、ちょっと山に入りました、の山の上に、建てられました。で、ここは将来にわたってですね、きれいな暗い夜空がずっと維持されるだろうということで、ここの、土地に天文台が建てられました。で、この基礎観測所なんですけれども、ちょっと長い名前なんですけれども、東京大学の大学院理学系研究科附属、天文学教育研究センターの一部の、機関になりまして、一つが基礎観測所、ここにあります。もう一つは今現在ですね、チリのアタカマに大きな望遠鏡を建てようとしていますが、そこのチリアタカマ観測所と基礎観測所というのが並列の一つの下部組織になっています。で、基礎観測所の施設なんですけれども、昨日来られた方もいらっしゃるんですけれども、大型の105センチシュミット望遠鏡というのがございます。で、その他ですね、合計35センチの望遠鏡、あるいは夜天候観測室であったり、現在は気象観測装置、観測のための気象をモニターするものであったりとか、ライブカメラによる映像配信、あるいは他の大学の協力しまして、観測装置を置いたりというふうにアクティブに活動を行っています。で、昨日来られた方もね、シュミット望遠鏡のデモをご覧になったと思うんですけれども、ご覧になっていない方がいらっしゃいますのと思いますので、ここでちょっとね、早回しですけれども、ちょっと動きを見てみたいと思います。望遠鏡は二軸があれば動きますので、このように自由に動きます。で、屋根も同時に動いて、観測をスリットを上げて行うということになっています。で、これらの動きすべてを現在はほぼ半自動で行っています。で、ここから基礎観測所の活動なんですけれども、主に3つの柱で行っています。1つは、天文学の研究、観測機開発、望遠鏡運用という、科学に関することです。で、もう1つがですね、教育アウトリーチ活動に、力を入れております。で、もう1つが、地域連携ということになります。で、この3つについて簡単に説明いたします。この基礎観測所では、この大きなシュミット望遠鏡をメインにしまして、その目に当たる部分、センサーに当たる部分をずっと昔から開発を進めてきました。で、最初の頃は、写真乾板という昔のフィルムカメラを使っていたんですけれども、その後電子デバイスの CCD、大型の CCD、モザイクの CCD などを経まして、現在は一番右の方の上にあります、トモエ御前カメラという最新の機器で観測を行っています。で、このトモエ御前カメラについて簡単に説明いたしますと、このようにですね、84枚の CMOS センサーが並べられたカメラになります。で、このトモエ御前の特徴、大きな特徴としましては、動画で空を見る。動画撮影ができる。また、高視野、シュミット望遠鏡の利点を生かした高視野の動画撮影ができるという特徴があります。で、トモエ御前の科学的か技術的な特徴なんですけれども、高視野であるということと、あと高精度にできている、あと高速の読み出し、動画が撮れる、また時間の精度が非常に高いということがあります。これによって、他の観測とのフォローアップなどができるわけです。あとはビッグデータ、非常に大量のデータが出ます。最大で頑張りますと、一晩で30テラバイトという非常に大きなデータになります。
で、この観測的な特徴なんですけれども、今申し上げたように動画ができるということと、あとずっと早く空を見るということと、あとマルチメッセンジャー、いろんな観測、天文台、人工衛星などと、同時に観測をすることによって天文学を明らかにする、またはそう同時ですね、同時モニタリング、地上衛星との、同時観測を行うということができます。また科学のターゲットなんですけれども、高速移動天体、または突発現象、あるいは秒からミリ秒という非常に速い動きの天体、あるいは、フラッシュと呼ばれる突発的に光り輝く現象などを捉えるというのが、トモエ御前の特徴になります。で、その他ですね、いろんな観測、天文学的なテーマがあります。今日ここでお話しする時間はございませんので、興味ある方はですね、基礎観測所のホームページなどをご覧ください、はい、基礎観測所と、検索するとすぐ出てくると思います、はい、で、基礎観測所の3つのテーマのうちですね、2つ目がですね、基礎観測所の教育アウトリーチ活動というのがございます。で、主にはですね、こう大学の望遠鏡ですから、大学の天文学実習のために使われます。で、東京大学の実習のほかにもいろんな大学ですね、今ですともういくつかな、 5から10ぐらいの大学と、一緒になって実習という形で、開放をしています。で、また高校生向けの実習も行っています。で、一番有名なのが、銀河学校と言われるイベントでして、これは1998年から行われてまして、今年で24回、もうすぐ四半世紀を迎えるというイベントになります。これは全国の高校生を、から参加を募って、3泊4日の合宿形式で行うという実習になります。で、その他、星の教室というものがございまして、これは主に長野県内の高校を対象にしたもので、これ1泊2日で、研究のプロセスを体験するという実習になります。で、このところ 2年はコロナウイルス感染の拡大の影響もありまして、なかなか観測所での合宿形式というのはできていないんですけれども、現地の高校に赴いて行うという形で実施して継続しています。で、次はですね、地域連携と社会還元というものにも力を入れております。で、ここにありますように、長野県は宇宙県というスローガンのもとに、長野県がですね、2016年から立ち上げた事業がありまして、これは県内のいろんな天文に関する、関わっている天文台だったり科学館、博物館と共同になって、天文を盛り上げていこうと、長野県は宇宙に近いという魅力を伝えていくというような、イベントになります。スタンプラリーや星空ガイドの養成などを行っています。で、もうちょっと身近なところで、基礎ですね、この基礎観測所がある基礎地域に関しましては、基礎星の里づくり推進協議会というものが、2017年に立ち上がりまして、これで、しばらく、事業を展開して、地元の人たちにですね、星を見せたり、あるいは地元の観光業の方に、星空案内をできるような養成講座を行うということを行ってきています。で、もう一つはですね、一般見学ということで、天文台は、基礎観測所はですね、シュミット望遠鏡の観覧室と展示室というのがありまして、これで、4月から10月、4月から12月ですね、時間をちょっと変えてますけれども、開放しています。これは誰でも立ち寄って見ることができます。ということで、基礎観測所はいろんな活動をしているんですけれども、もし興味ある方はですね、この URL を参考に、ちょっと立ち寄ってみてください。はい、じゃあ引き続きまして、講演会、銀河鉄道に乗って基礎からイートハープ、そして宇宙へを始めたいと思います。以上、これからお楽しみください。はい。